リバプールの新三重士。現代サッカーにおいては攻守においてミッドフィルダーの役割がさらに複雑化していて、ビルドアップへの参加から前線へのチャンスメイク、そしてどの選手であっても守備へ奔走することが求められるなど、かつてテクニシャンが全盛を極めた欧州サッカー界はここ20年で大きく変化を遂げてきました。そんな時代の移り変わりとともに 2-3-2-4 シーズンには攻撃的かつ守備でも試合を支配する最強の中盤がリバプールに誕生していて、彼らはプレミアリーグやカップ戦において絶大な存在感を示しているのです。そのため今回はリバプールの中盤三重士にフォーカスして話していきたいと思います。皆さん大好きの渡るももちろん入っていますので、興味がある方はご一緒にどうぞ。まずはサディオマネの退団以降、空席となっていた10番を引き継いだ司令塔かつリバプールの中盤で最も重要度の高い天才を紹介していきます。アレクシス・マクアリスター。ブライトンで才能を開花させたマクアリスターは、卓越した戦術眼に加え、パス、ドリブル、トラップ、シュートのいずれもハイクオリティで、2022年にはアルゼンチン代表としてワールドカップ優勝も果たした万能型ゲームメーカーです。日本では近年三笘薫の活躍によりブライトンの試合を見る方が増えましたが、 2223 シーズン、そのブライトンでモイセス・カイセドとともに中盤で輝きを放っていたプレイヤーとして印象に残っている方も多いでしょう。そんなマクアリスターといえば、ブライトン時代は後方からエリア内へ飛び出して得点を決めることが多々あるなど、センスあふれるポジショニングなどサッカー IQ の高さが持ち味ですが、その頭脳を生かした彼最大の武器といえば、長短と緩急を織り交ぜた正確無比なパスです。ロングカウンター時の電光石火の配球役から、ビルドアップ時の攻撃の組み立てまで幅広い局面でタクトを振るい、最近ではエースのモハメド・サラーとの相性も抜群。引いた相手がいる中での浮き球のラストパス、後方からゴール前まで一発でピタリと足元に届ける高精度なパスは、まさにピッチ上の精密機械と言えるでしょう。中盤選手が数多く退団し、チアゴも怪我で長期離脱するなど課題とされていたリバプールの中盤でしたが、彼の天性のゲームメイク力はリーグ首位争いをひた走る原動力となっています。またマクアリスターはパスだけではなく、時折絶妙なポジショニングやバイタルから放つシュート精度も兼ね備えていて、第14節フラム戦では相手ヘディングのルーズボールをゴール右隅に放物線を描くクーブル玉、第31節にはペナルティエリア外のこぼれ玉からジェラード・フォーを彷彿とさせる弾丸グラッソを突き刺しました。ブライトン時代にはシュート以外完璧と揶揄されることもあったマクアリスターですが、リバプール移籍以降はシュート精度にも磨きがかかり、まさに完全無欠の司令塔の名を欲しいままにしているのです。そんなマクアリスターに対して、名将ユルゲン・クロップはフットボールドクターのようだ、これは父親やおじい、いとこや兄弟が今ではみんなサッカー選手で、子供の頃からすでにゲームを分析しているという素晴らしい話だ。父親はこう尋ねた、試合で何を見たと。その知識と教育については父親には感謝してもしきれないと、持ち前のサッカー IQ の高さを評価しています。また遠藤航の適用に伴い、主戦場を本来のインサイドハーフに戻すと、リバプールの攻撃の危険度がより一層増し、現地メディア BBC からは地球上最高のミッドフィルダーの一人とまで絶賛されています。さらに元ブライトンでの同僚アダム・ララーナはマクアリスターのことを、最速でも最強でもないけど頭脳はルカ・モドリッチに似ているんだ、足が速いわけでも力強いわけでもないけどとても頭が良いと、レアル・マドリードのルカ・モドリッチと重ねるほど高く評価しています。個人的には狭いスペースでのショートパスの崩しや創造性、一発で味方にロングフィードをピタッと届ける華麗さはバルセロナのレジェンドであるアンドレス・イニエスタにも似ていると思いますし、今後どれほどの選手にまで成長していくのか非常に楽しみな選手の一人です。レアル・マドリードのトニ・クロース、かつてパリに君臨したマルコ・ベラッティ、バルセロナのシャビ・エルナンデスやイニエスタなど、強いチームには必ずと言っていいほど攻撃の組み立てを行う司令塔がいることからも、マクアリスターはリバプールで極めて重要な存在と言えるでしょう。そんな圧倒的な強さを誇るリバプールの心臓としてタクトを振るうマクアリスターですが、彼のスキルを最大限に生かすため、リバプールの中盤は強烈な守備を行う2人がマクアリスターと共にピッチを支配しています。もし彼らがいなければマクアリスターの攻撃性は大幅に失われることになりますので、続いて守備でもアンフィールドを支配するあの男たちを見ていきましょう。プレミアリーグ首位争いをひた走るリバプールにおいて、マクアリスターの横で汗かき役として攻守のハードワークでチームを支えているのがこの男です。ドミニク・ソボスライ。ブンデスリーガで若手主体の強豪として注目されるライプツヒからやってきたエリートミッドフィルダーですが、実はザルツブルク時代には南の匠やアーリング・ハーランドらと共闘も果たしています。ウィングやトップ下など幅広いポジションを経験し、攻撃においてはビルドアップ時にハーフスペースでのつなぎ役、サイドレーンでのウィングのようなドリブル突破、高速カウンター時の猛烈な駆け上がりを武器とし、守備においては前線から後方に渡ってハードなプレッシングを厭わない、主に右サイドを制圧するハンガリーの貴公子であるソボスライですが、彼最大の武器といえばミドルレンジから放たれるゴールに突き刺すようなバズーカ砲です。ソボスライのミドルは得点にならずともこぼれ球を味方が詰めて得点機を創出できる破壊力を誇り、これまで引いた相手を苦手としていたリバプールの得点力を高めるピースの一つとなっています。この伸びるような強烈なバズーカ砲に対して、同じ8番を背負ったリバプールの英雄スティーブン・ジェラードと重ねる方も少なくないはずで、実際過去にジェラ
ラードが語った言葉をタトゥーで入れるほど憧れを示しています。インタビューでソボスライは新しいジェラードと言われるなら嬉しいと英雄へのリスペクトを口にしていて、今だこのバズーカ砲によるゴールはありませんが、時折ゴール未遂になるようなミドルを見るとソボスライ砲での得点を見れる日もそう遠くないでしょう。なお強烈なキックの秘密には足のサイズが影響しているとされており、ソボスライは身長186センチにもかかわらず足のサイズはわずか25センチしかないとされています。これはハンガリーの古い考え方で、足が小さければより優れたサッカー選手になると言われているそうで、元プロサッカー選手だった父親が成長期のソボスライに小さめのブーツを履かせたことが関係しているのでしょう。そして足のサイズが小さいことによる影響はシュートだけでなく、試合の流れを変える様々な球種のパスにも生かされていて、低弾道で血を這うようなライナー性の高速パスやルーカー・モドリッチのようなアウトスピンキックなど、カウンターやサイドからのパスなどあらゆる場面で適切かつ正確なパスを供給。また総合的なフィジカルも優れており、186センチと大柄な体育に加え、リバプール最大の武器である高速カウンターや相手ウィングのスピードスターにも対応可能な爆発的なスプリント、試合終盤まで落ちないスタミナ、相手にぶつけられても倒れない体の強さの全てを兼ね備えており、まさにヘビーメタフットボールでおなじみのリバプールを体現する男と言えるでしょう。特にリバプールの高速カウンターの火付け役にもなっており、ボールを持ちながらスルスルとディフェンスをかわしながら高速で駆け上がる様は、かつてのレアルマドリード時代のアンヘル・ディマリアをも彷彿とさせますよね。そのため身体能力の猛者が集うプレミアの中でもソボスライはトップレベルであり、攻撃と守備で獅子奮迅の働きをするソボスライの存在もまた、変革期のリバプールが首位争いをリードしている理由の一つとなっているのです。そんなソボスライですが、若くしてすでにハンガリー代表のキャプテンを任されるほどの人格者で、ソボスライに対してクロップは、彼は印象的で本当に賢く、とても優しい、本当に良い青年だ、部屋に入ってきてみんなと意気投合できる人間はいるが、彼にはそうしたカリスマ性があると人間性においても高く評価しています。なおリバプールといえば、オランダ、日本、エジプト、ハンガリー、スコットランドなど各国の代表キャプテンが集っているチームでも知られていますが、それは代表キャプテンを務めるほどの高い人間性を持った選手が数多く集っていることの証明となっています。リバプールは世界一攻守のハードワークが求められるチームということもあり、そこで活躍するには人間性の高さも必須なのでしょうが、ソボスライもまたその一人に数えられる選手なのです。縦横無尽に駆け回り、時に強烈なミドルや繊細なパスを繰り出すソボスライとチームの心臓マカリスター、この二人だけでもプレミアトップクラスの破壊力を誇りますが、彼らの後ろで敵の攻撃をダムのごとくせき止めるおなじみのあの男もまたリバプールの中盤で不可欠な存在です。リバプール中盤の三重士、最後の一角は的確な読みと判断で相手の攻撃の目を摘み取り、インサイドハーフをより攻撃で輝かせる我らが日本代表キャプテン遠藤航。フィジカルやスピードは優れていないものの、センターバックやサイドバックの経験を生かしたその圧倒的なディフェンスセンスはプレミア屈指の実力を持ち、相手フォワードやミッドフィルダーを潰すことに長けた守備職人で、ブンデスリーガ時代は2年連続デュエル王に輝くなど、守備面において遠藤は圧倒的な存在でした。ただ30歳という年齢もあり、マカリスターやブンデス強豪のライプツィヒで輝きを放っていたソボスライに比べて期待値は低く、加入当初はコッププレミアリーグファンからは認知すらされず、遠藤の凄さを理解していたのはブンデスサポーターや日本人くらいでした。日本人サッカーファンですら、ファビーニョの後釜は荷が重すぎるで、いきなりのビッグクラブで大丈夫かと心配する人もいたほどですが、しまいには他のプレミアファンの中には、カイセドを逃して無名のベテラン選手かと見くびる人もいました。実際に遠藤は加入当初のプレーでは、広範囲の守備と素早いパス回しや相手の強度ゴリ押しカウンターに適応できず、ボールを奪えると思った局面でもかわされたり、ボールを持っても判断が遅れて攻撃も停滞させるなど厳しい時期を送っていましたが、猛烈な努力で徐々に日本代表でも見せているような本来のパフォーマンスを披露、徐々にチームとコップからの信頼を勝ち取っていきました。そして4月14日に行われたパレス戦で敗戦するまでの遠藤は、スタメン時の不敗神話が注目されるほどリバプールの勝率を高めており、中盤において欠かせない存在となったのでした。そんな遠藤といえば、果敢なデュエルとプレッシングが最大の武器で、自らディフェンスラインの前で犬のように走るとインタビューでも答えている通り、アンフィールドの番犬として相手に必要に食らいつくハードワークでボールを奪い切り、リバプール18番の高速カウンターの起点となっています。決して大柄でもなく快速を誇るわけでもない、身体能力的には劣る面もありますが、事前のポジショニングと瞬間的な判断で怪物的な身体能力を誇る猛者たちをことごとく潰すのです。また空中戦でも絶大な強さを誇る遠藤は、大柄な相手選手に競り勝つことも多く、あのアーリング・ハーランドとのヘディングの競り合いでも勝つことがあるほどです。この遠藤のプレーぶりに対して、同じ中盤を務めるソボスライからも、彼がスツットガルトにいた時に対戦したことがあるが、至る所に姿を現す選手だよ、彼を抜き去ったとしても振り返ればすでにそこにいるような感覚だと、遠藤のハードワークさと必要なプレッシングを手放しで称賛、チームメートからも絶大な信頼を寄せられています。また守備にばかり目が行きがちな遠藤ですが、最近では攻撃時のビルドアップから効果的な縦パス、中盤での相手プレスをいなすショートパス、アタッキングサードへの飛び込みなど、攻撃面でも幅広いタスクをこなしており、攻撃的な守備からもアシストミスを連発。これまで守備が本業で攻撃はすぐにマカリスターにパスするなど、
シンプルさがありましたが、最近の遠藤は攻撃時もマカリスターに次ぐ第二の司令塔として、あらゆるところに顔を出し、時にゴールを狙うようなアグレッシブさも垣間見せるなど、世界トップレベルのアンカーとして名乗りを上げているのです。こうした攻守の質の高さから、マンチェスターシティのロドリーやアーセナルのデクラン・ライスなどの名手たちと比較されることも多く、現地紙からは掘り出し物と称された遠藤に対して、コップはカイセドを取らなくてよかったと、獲得候補に上がっていたカイセドと比較するように、移籍金に対する高パフォーマンスぶりが評価。最近ではリバプールやバルセロナでも活躍したつぶしや、ハビエル・マステラーノと重ねる声もあり、一躍世界的名プレイヤーへの仲間入りを果たしました。日本代表という括りでも、これまでは久保、三笘、冨安と3人の注目度が高かった日本勢ですが、今や遠藤こそが日本で最も注目を集めるプレイヤーと言えるでしょう。名将ユルゲン・クロップのリバプール時代が終焉を迎える今シーズンですが、遠藤はクロップの残した最後の贈り物と呼べる選手でした。そんな最高の中盤についてもっと深掘りしていきたいと思いますが、まずはリバプールについて話していきたいと思います。リバプールはそもそもプレミアの中でビッグシックスに名を馳せる世界的なビッグクラブで、1819シーズンはチャンピオンズリーグ制覇、1920シーズンはプレミアリーグ優勝など、近年でもビッグタイトルを獲得した世界でも5本の指に入るほどの強豪クラブです。特に数年前までは世界最強のフロント3と歌われたモハメド・サラ、ロベルト・フィルミーノ、サーリオ・マネの3トップに、世界最高のセンターバックフィルジル・ファンダイクや現代型ゴールキーパーの筆頭格世界トップのアシスト数を誇るサイドバックのトレント・アレクサンダー・アーノルドとアンドリュー・ロバートソンと、各ポジションに世界トップレベルの陣容を揃え、まさにクロップ・リバプールの全盛期を迎えていました。そんな時代に黄金の中盤として定着していたのが、攻守に駆け回る当時世界最高のボックス2ボックス、ジョーダン・ヘンダーソンに、勝負強さを見せた中盤の万能やジョルジニオ・ワイノルドム、そしてディフェンスライン前の門番として君臨して守備に奔走したファビーニョであり、今の面々に負けず劣らずのワールドクラスが揃っていました。しかしワイノルドムの対談から始まり、フィルミーノとマネ、さらにはビッグタイトル獲得に貢献した主将ヘンダーソンやファービーニョら中盤選手たちがサッカー一気に対談、司令塔チアゴ・アルカンタラの長期離脱などが相次いだリバプールは 2-3-2-4 シーズンより変革期へ突入したのでした。そんな中、ブライトンの10番として三笘薫らとリーグ6位の躍進を果たし、リオネル・メッシを生かしながらアルゼンチン代表のワールドカップ優勝にも大きく貢献したプレミアのエリートゲームメーカーマカリスターを3,500万ポンド、日本円にして約65億円のバーゲン価格で獲得。ちなみに同じアルゼンチン代表でワールドカップ優勝メンバーのエンソ・フェルナンデスの移籍金は1億2100万ポンド、日本円にして約170億円であることを考えると、いかに安い移籍金かが分かりますよね。そして翌月にはブンデスでバイエルン・ミュンヘンやドルトムントとしのぎを削る若手主体の強豪ライプツヒからソボスライを獲得。即戦力のインサイドハーフ獲得は順調だったリバプールですが、急遽抜けたファビーノの穴を埋めるアンカーの獲得には難航していました。当初リバプールがターゲットとしていたモイセス・カイセロの獲得はクラブ間合意に近づいていましたが、カイセロの心を掴んでいたチェルシーが獲得に成功。続いてサウサンプトンのロメオ・ラビアの獲得も目指しましたが、こちらもチェルシーに奪われてしまい、最も必要としていたアンカーの位置が不在の中で、8月にはシーズン開幕を迎えました。そんな中、白羽の矢が立てられたのがブンデスでデュエル王の称号を手に入れ、シュツットガルトと日本代表で主将を務める遠藤航でした。もともとリバプールの移籍方針は将来性のある若手をターゲットとするものでしたが、遠藤は30歳ながら20代のようなハードワークと身体能力、そして卓越したメンタリティを備えており、クロップも遠藤獲得を熱望。異例の3年契約で見事念願のプレミア移籍を果たした遠藤でしたが、これでマカリスター、ソボスライ、遠藤がクロップ対談前年に一挙集結し、全盛期の勢いを失いかけていた名門リバプールを再びリーグ最強格に押し上げる最強の中盤トリオが誕生したのでした。しかし今でこそ中盤の組み合わせはこの3人が最強と言われていますが、リーグ開幕当初は決して優れた中盤ではありませんでした。2-3-2-4 シーズン開幕当初、マカリスターとソボスライが即戦力としてチームにフィットしている一方で、シーズン開幕直前に加入した遠藤はリバプールのアンカーとしての適応、そしてプレミアの強度への順応にもがき苦しんでいました。当時は遠藤の代わりにマカリスターがアンカーを務め、インサイドハーフをカーティス・ジョーンズやガクポ、ソボスライが務めるなど、クロップもなんとかやりくり。一方遠藤はヨーロッパリーグでの起用がメインであり、プレミアではスタメン出場しても途中交代となっていて、控えから出場する時も試合終盤からと、クロップは遠藤の起用に慎重でした。さらに出場しても味方からのパスもなかなかもらえず、持ち前のプレスも簡単にかわされる、ビルドアップ時は球離れが悪くプレスで狙われるといったプレーぶりから、一部コップからは批判の的にさらされ、日本代表サポーターからも心配の声が上がりました。特に遠藤の代わりにマカリスターが本職のインサイドハーフではなくアンカーをやることになり、攻撃守備ともにチーム全体のパフォーマンスが最大限発揮しきれておらず、やきもきする状況へ。遠藤は当時のインタビューで、フィジカル、テクニック、スピードの全てがヨーロッパとプレミアでは違うと語っており、ブンデスリーガや日本代表でバ
爆発していたデュエルが通用しない事態にもがいていました。実際日本代表やスットガルトではダブルボランチの一角を務めることが多かった上に、攻撃に重心が偏りがちなリバプールでのアンカーは守備範囲が広がりすぎて戸惑うのも無理はありませんでした。しかし名将クロップはメディアインタビューで遠藤の苦戦ぶりに対して、彼は私たちとプレシーズンをやっていない、これが彼とマカリスター、ソボスライトの一番の違いだ、遠藤はトレーニングが必要なだけで全て問題ないと理解を示しつつも信頼を強調しており、遠藤のことを見捨てることはしませんでした。その甲斐あって遠藤は徐々にリバプールの戦術に適応し始め、得意のデュエルやビルドアップ、攻撃の起点となる縦パスなど本来のパフォーマンスを取り戻していきました。そして待望の覚醒の時を迎えます。8月から11月にかけては控えや途中出場が多かった遠藤ですが、マカリスターの怪我があり半ば強制的に出番が回ってきた12月、ついに遠藤はコップたちの評価をぶち上げる大活躍を披露します。まず14節フラム戦では黒星間近の危機的状況の土壇場でプレミア初ゴールとなる同点弾を記録。そこからは12月の全8試合に出場し、アーセナルではウーデゴールやサカといったトップ選手の攻撃を食い止め、怒涛のショートカウンターを演出。マンチェスターユナイテッド戦では得意の守備だけでなく、マカリスターの不在を補うビルドアップや前線へのスルーパスなど傑出したパフォーマンスを発揮し、完全にプレミアの環境へ適応した姿を披露しました。その結果フラム戦でのゴールが12月のリーグ月間最優秀ゴール候補にノミネートされると、リバプールサポーターが選ぶ12月の月間 MVP にも選出され、遠藤史上最もハイレベルなパフォーマンスを見せたとも言える月でした。後に遠藤は元チームメイトのマーキーノ・トマーキとの対談で、プレー面の変化に関して今までのポジションよりも5メートル高いポジションを常に取ると違いを語っており、これまで気にしていたカウンターのリスクマネジメントよりもより前線でセカンドボールを拾ったり、相手のカウンターの目を潰したりなど、もう一つ踏み込んだ位置でのプレーを意識していると話しました。これにより結果的にボールを奪われてもすぐに奪い返すことでリバプールの連鎖的な攻撃を生み出した遠藤ですが、絶対的なアンカーとして彼が覚醒したことでマカリスターを本職のインサイドハーフに戻すことができ、この二人にソボスライを加えた最強中盤三重士がこれにて完成したのです。遠藤が広範囲をカバーし、いち早く相手の攻撃の目を潰すことで他二人の守備負担を減らせば、マカリスターはより前線で味方を生かせるようになり、持ち前のゴール前での創造性を発揮。一方ソボスライはペナルティエリア外からの強烈なミドルや相手サイドバック裏のスペースからのクロスなど、マカリスターとはまた違った攻撃のアプローチを生み出し、中盤全体で見た時に攻撃守備の両面において非常にバランスの取れたシステムが構築されました。このトリオは15節のシェフィールド戦以降、マカリスターの膝の怪我、遠藤のアジアカップ招集やソボスライのハムストリングの怪我となかなか揃い踏みしませんでしたが、久しぶりの3人同時起用となった28節天王山のマンチェスターシティ戦ではさすがのパフォーマンスを披露しました。強敵相手に拮抗した展開で決定機をなかなか決めきれないリバプールでしたが、相手のカウンター局面では遠藤がデブライネやフォーデンの動きを徹底的に封じ、機能しなかったデブライネは途中交代に。マカリスターは中盤からの崩しや決定機演出、 PK での同点弾で貢献し、ソボスライはゴール前への飛び出しからのヘディングシュートなど三者三様で見せ場を作り、百戦錬磨の世界王者相手に引き分けに持ち込みました。試合後のインタビューでユルゲン・クロップは遠藤に対し、31歳の日本代表キャプテンと契約したら何を期待できるだろうか、彼はプレミアで傑出した選手になるだろう、ワールドクラスに成長できるかなんて誰にもわからないけど、それが実際に起こったんだよと絶賛してみせました。一方の敵将ペップはこの試合のインタビューで、相手には遠藤とマカリスターがいるからパスの質も高い、前よりもダイレクトになったと思うと中盤2人に対して名指しで高く評価。なお遠藤はこの試合での圧倒的な活躍ぶりから28節の週刊ベストイレブンにフィジル・ファンダイクと共に選出される偉業を成し遂げており、いかに遠藤の存在がプレミアの中でもトップクラスへ駆け上がっていったのかが伝わってきますよね。この選出を行った元イングランド代表フォワードアラン・シアラーは、遠藤に対してリバプールが繰り返し中央でボールを奪い返し、マンチェスターシティを長い間守備に回らすための彼は重要な人物だったと称賛しています。こうして世界的名将や名プレイヤーからも遠藤は名指しで称賛されており、瞬く間に世界的アンカーの一人として名を馳せたのでした。そしてマカリスターも遠藤と攻守において抜群のコンビネーションを見せており、イギリス紙メディアは遠藤航はアンカーのバックアップとして加入したが、すぐにチームシートに最初から名を連ねる選手になった。黙々と仕事をこなす彼のスタイルはリバプールの4バックを守るだけでなく、真のマカリスターを解き放つことができると2人のコンビネーションを評価しています。2018から20年にかけてのチャンピオンズリーグ優勝やプレミアリーグ優勝を果たした時の中盤はワイナルドム、ヘンダーソン、バービーノというバランスを重視した3人でしたが、個人的に今の中盤は彼ら以上にリバプールの攻撃に創造性と攻撃力を与えることができる新たな形が仕上がってきたように思います。あとはハードワークを繰り返して遠藤やマカリスターの疲労が蓄積していることや、ユナイテッドをはじめとしたチームが遠藤対策を考案し始めていることを考慮すると、彼ら三重士ももう一
一つ乗り越える壁があるように思いますが、それすらもやすやすと超えていけると信じていますので、期待して見守っていきたいですね。また三重師を主軸に据えつつ、伸び盛りのエリオットやカーティス・ジョーンズら若手を織り交ぜながら、サラーやルイス・ディアス、ダルビン・ヌネス、ディオゴ・ジョタラの攻撃をサポートすることで、リバプールはさらにプレミアや CL 優勝を狙える集団へ進化する可能性がありそうです。今季は残念ながらヨーロッパリーグは敗退したものの、プレミアのタイトルは残っていますし、2シーズンぶりのチャンピオンズリーグも来季に待っていますので、これからの彼らからも目が離せません。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回の動画ではベテラン中盤選手の対談で変革期を迎えていたリバプールの新中盤三重師について語ってきましたが、いかがでしたか？マカリスター、ソブスライ、遠藤の特徴やいかにしてこのトリオが誕生し現在の強さへと飛躍したかについてお分かりいただけたと思います。日本人としては遠藤をひいき目に見る方も多いですが、まさかこれほどまでリバプールに適応しスタメンを勝ち取るとは思いませんでしたよね。クロップ退任で後任の監督が決まっておらず、将来性が不透明なリバプールですが、この中盤三重師の誕生はクロップの最後の置き土産とも言えます。クロップ最終年に優秀の美を飾るためにも、この中盤三重師の今後の活躍を最後まで見届けましょう。クラックフットボールではこれからも彼らの戦いについて追いかけつつ、クロップリバプールも最後まで追い続けていきたいと思います。面白いと思われた方はチャンネル登録と今後の動画もよろしくお願いいたします。またプレミアリーグの他のクラブもまた取り上げていければと思いますので、様々な情報についてクラックフットボールの今後の動画をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。